おはようございます。ドリキンです。今日は、見てこれ。まずこの、荒れ果てた。こっちも荒れ果ててんだけど。もうね、チェックアウト前に、部屋片付けただけ終われば、ちょっとこのやり残した、散財グッズ。まあ、今回ちょっともらい物多いですけど、ゲットしたものを、ライブで、ちょっと散財ライブしてから、帰国しようかなと思います。なんでこの動画をね、今この動画見ている時にはきっとライブのアーカイブが事故ってなければ、リンクされてると思いますので、概要欄チェックしてみてください。ちょっとね、一瞬なんとかこのトランクに全部突っ込もうと思って頑張ろうと、テトリス状態でうまくいかないか思ったんだけど、もういろいろお土産とかいただいたんで、もう殿下の宝刀イケアバッグで、もうこれ入れちゃえばもう楽勝なんで、これにします。やったー、パッキング終わったーと思いきやの、で、こっちも入れたんだけど、ここに来て荷物が届いてしまった。ちょっとこれやばい。これ何が届いたかって、これ、間抜けすぎるわ。新作のコミック予約してたんだけど、じゃん。進撃の巨人の新著というか新しいやつ、Kindle で予約してるつもりが、コミック版予約してたみたいで全然良かった、ある意味届いて。ホテルにね、たまたま発売日が重なってて、なぜかホテルに、進撃の巨人が届くという。しかも24巻だけ。ちょっとこれだけでセキュリティ、もう全部荷物預けてこれだけだから、すごいもうセキュリティ抜けんの超楽。久々にあそこ行ってみようかな。最近ここももう寄ることもなくなってきたけど、たまには巡回しとこうかな。やばい、何このスターウォーズの名称シリーズ、ちょっと欲しいけど。この浪人ジャンゴヘッドだって、これって出てきたっけ。あ、ここに書いてあったわ。和をモチーフにアレンジしてるのね。すげえクオリティ高いな、さすがに。これとか。あんまりなるとわかんないけど。RX0 売ってますね。よし。バッチリ。そして、お約束のシャワー。てかもうね、でも結構、限界眠いです。いい感じ。出れない。ドロドロになってる。ドロドロ。ここについていこう。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。さあ、もう今回もすんなり外に出れたんですけど、これね、これ、ついにね、この僕の秘密兵器、イケアバッグ。これわかります?ここにテープで補強してあるの。ついにね、ここの、サイドのところがねビリッと破れちゃったんで補強して、かつビニールに入れてるんだけど、やっぱ5回ぐらいはフライト乗ってると思うんだけど、さすがに無理やり詰め込みすぎると切れますね。いやー、帰ってきたけど、さっきも言ったけど、ここが
ここがね、ここがもう限界を超えましたね。ここら辺からね、ちょっとピリッと、この辺がピリッと開き始めて、人これもう電線でバーっていくだろうと思って、かなり厳重にテープしたんですけど、結構こいつ頑張ってくれたから、本当にグッジョブです。早速届いているものといえば、まあ大したものを買ってないんだけど、これが届いてるんですよ。これ早速試したいなと思って、アポロツインね、こいつをね、 Windows で使うのに、このこいつこの Mac のね、純正の、サンダーボルト2サンダーボルト USB-C、 よいしょ、これね、この Mac のね、サンダーボルト2 USB-C 変換アダプターがなんかあんまり相性良くないらしくて、アジオインターフェースだと問題ないんだけど、 WDM とかだとノイズが乗るんで、こいつに乗せ替えたらどうなるのかがすごい気になってます。これは一応オフィシャルサポートしているアダプターですね。さあ、もうほんとこの絵が毎回変わり映えしないけど、行動がワンパターンすぎるけど、帰ってきたらリビルコーヒー、そして相変わらずの混み具合、入れんのかな。よし、野菜ジュースを飲もう。あそこにある、何にするべきか悩ましい。来たー、エッグサンドイッチとビーツジュース。なんかこれめっちゃうまそう。こっちの方が良かったな。これなんか今久々にドローン飛ばしたんだけど、開く PC バックナノ、こうマビック入れて、でちょうどここに GH5 を入れると超ぴったり、なんかポータブル Vlog 撮影環境としてかなり使える。